海外で開催される東京グラフィックパスポートは、21世紀に活躍する日本のクリエイター並びデザイナーを広く海外に紹介するために開催されます。日本のデザインの独自性は、最大の独自性は軽さという形に言えると思います。軽さと日本の自然美、四季折々の季節感を含んだ繊細さ、これが最大の特徴になると思います。同じように日本の建築の独自性というものも軽さという形に表現できると思います。軽さ、特にガラス、木、コンクリートを使いながらの軽さ、この国立新美術館の建築物もそうなんですが、ガラスを使った軽さの建築、これが独自の文化だと思っています。